皆さんこんにちは、プロゴルファーの今野SRです。今日はバンカーの考え方と、一番オーソドックスな打ち方を、やりたいと思います。そうですね、バンカー距離だいたい15ヤードぐらいですかね。ちょっと左足上がりの、まあ、普通の本当によくありそうなバンカーなんですけど、この場合にバンカーでよくこうみんなが考えているのはやっぱりフェースを開かなきゃいけないとか、スタンスをオープンにしなきゃいけないとかっていろいろこうみんな頭に入っていると思うんですけど、バンカーでこうやっぱり一番大事なのはクラブフェースを どこに落とすかっていうのがすごく重要になってくるので、よくアマチュアの方とかでバンカーが出ないとか、どうしてもこう飛ばないとかっていう人をよく 見かけるんですけど、そういう人たちっていうのはやっぱりちょっとこう深く入っちゃってたり開きすぎちゃってたりっていうのがあるんで、開くバンカーで開くっていうのはやっぱり大事なんですけど、そこまでやっぱ開く必要もないっていうのをまずは分かってもらいたいなと思います。それでバンカーで一番大事なのはどこにこうヘッドを落とすかっていうことになるんですけど、よくもうアマチュアショーン聞くとやっぱりこの辺にヘッドを落としますよねみたいなことを言うんですよね。イメージはもうこの辺にヘッドを落としてこっからこう砂を取って打ちますみたいなこと言うんですけど、この辺に落とすのって結構難しいというか、うまく打っちゃうとホームランするし、なかなかこう実際はここに落ちてないっていうのがあるんで、僕が、バンカーで一番こう気をつけてるところっていうのはやっぱ落としどころ、だいたいボール2つ分ぐらい手前なんですよ。この辺ぐらいにヘッドを落としてあげる。で実際打つボールはここなんですけど、なんでここ、この辺に線を引いて、でここにこうヘッドを落としてあげるっていう風な感じで考えているんですけど、ここに対してフェースを開くとか開かないとかあんまりこう気にはしないですね。でそれを話をよくアマチュアの人に言うんですけど、この辺に落としてみてくださいみたいなことを言うと、まあ大体の人はこんな手前なんですかってすごいびっくりされるんですよね。されるんで、でも実際こうやってバンカーを打ってみると線をに対してこの辺に落ちてる人が本当に多くて、この辺に落ちてて結果的に深く入りすぎちゃってでボールが飛ばないみたいな感じになってるパターンがすごく多いので、見てる皆さんはバンカーショットでどこら辺をイメージしてヘッドを落としてあげるかっていうのを、まあ、気にされたらいいんじゃないかなとは思います。で実際はこの辺にイメージしてる人が多いんじゃないかなと思うので、ボール2つ分ぐらい手前この辺に落としてあげるイメージでこう構えてあげて打ってあげるっていう感じですね。あとはもう距離に対しての振り幅にはなるんですけど、やっぱどうしても近ければ小さい振り幅だし、ちょっと遠いバンカーだとたくさん振り上げてあげるみたいな感じにはなるんですけど、この今回のシチュエーションでいうと15ヤードぐらいなんで、そんなに近くもないし遠くもないし、まあ、一番打ちやすいぐらいの距離なのかなとは思います。でちょっと打ってみたいと思います。でこの時に大事なのがやっぱりここに落としたいんで、ここに構えてここに落とすんじゃなくて、もう最初からこっちに構えちゃう。でここに構えてここをイメージして落としてあげるっていう感じで考えたらいいんじゃないかなとは思うんですけど、ちょっと行ってみます。それほどフェースもそんな開かないですし、スタンスもそんなにオープンじゃないです。でこの辺にヘッドをセットしておいてあげて、で上げてドンとこう打ってあげる。ちょっと左行っちゃいましたけど、ここですよね。やっぱ一番大事なのはここに落とすっていうのが大事なんで、アマチュアの人は本当によくありがちなのがここに線があってこう構えてこの辺にこうやって打っちゃうってなると、もう線に対して ものすごい手前に落ちてるんで、これだとやっぱどうしてもボールは飛ばないです。飛ばないんでやっぱこういう風な感じでバンカーから出ないっていう、バンカーから出ないんでもっとこう力を入れて力いっぱい振り上げてドンって打ってさらに飛ばないみたいな感じになるんで、バンカーから出ない人っていうのはまずはどこにこうヘッドを落としてあげるか、ここに落としてあげるようにイメージを取って、で上げてドンってこう打ってあげるっていう風な感じで打てれば、まあ出ないってことはほぼないです。まあとりあえずはバンカーから出てグリーンに乗るぐらいはするのかなとは思います。ちょっと強いですけど、
ちょっとバンカー硬いんで飛んじゃいますけど、考え方としたらそうですね、一番大事なのはどこにヘッドを落としてあげるかということを考えてあげて落とすっていう、お力は本当にいらないんで力抜いてあげて砂をドンって叩くっていうのがすごく大事だと思います。バンカーで大事なのはヘッドの落としどころと、あとは力をそんなに入れないでヘッドを落としてあげるっていうことをちょっと考えて今度打ってみたらどうでしょうか。ちなみにアドレスなんですけど、こういうここほぼもう平らなんで、平らの時にはもう若干左ですね、左に64ぐらい、左に6かけて右に4ぐらいな感じで、ちょっと左足体重にしといてあげて、あとはもうその体重配分を変えないまま上げて、変えないまま打ってあげるっていう感じですね。バンカーだからって言ってちょっとこういう風に体重移動をしたり右に移ったりしながら打つと、どうしてもこう今度手前叩いたりしやすくなるんで、まあ、できれば左足体重はいいですけども、最悪もう五分五分ぐらいでもいいです。で構えてあげて、その体重配分をあんまり右に移さない でそのまま落として振ってあげるっていう感じですね。ちょっとやってみますっていう感じですね。それでちょっとこうバンカーでよくありがちなのは左足上がりですね。左足上がりの場合は今みたいな感じで左にかけちゃうと、どうしてもこう傾斜に対してこう打ち込んでしまうんで、この場合は若干右です。若干右に今度逆に今度6、64ぐらいな感じで右にかけてあげて、で開いてしまうとボールが上がっちゃうんで、そんなに開かなくていいです。少しほんのちょっと開くか、もう全く開かないぐらいでいいですね。であとはもう打ち勝った時には同じです。右に体重をかけたまま上げて、そのまま打ってあげるっていうイメージですね。あんまりこう体重移動を使わないで、そのままこうなんか 手上げというか手打ちがダメみたいな感じで思ってるかもしれないですけど、下さえしっかり決まっちゃえば、あとはもうどっちかというと手上げというか手打ちみたいな感じで振ってあげて全然いいんで、その方が構えたところにこうやって腕が戻りやすくなるんで、なるべくこういう風な感じで傾斜に対して構えてあげるって感じですね。であとちょっと左足下がりがバンカー頭一番難しくなるんですけど、もうこの左足下がりはもう最悪なんで、さっきの平らの時に6、4ぐらいの感じの体重配分をもっと左ですよね、もっと左に7とか8とかかけて、で傾斜なりに振ってあげるっていうのが大事です。バンカーだからって言ってこうやって上げようと、すくい打ちで上げようとすると、手前を叩いて跳ね返ってトップするか、手前叩いてダフって飛ばないかってなるんで、なるべく左足体重にしてあげて上からドンって落として終わりぐらいの感じで打ったらいいと思います。で落としどころはもう最初に言ったみたいな感じで、ボールの2個分手前です。そこに目がけて構えてそこ目がけて上げて、ドンってこうやって打ち込むような感じで打つと、まあ出ますよね。出るんですけど、まあ、なかなかボールは止まらないんで、ちょっと行っちゃうかなっていう感じはします。はい、こんな感じでやってみてください。